次です。体調を崩して活動を休止していた指揮者の小澤征爾さんが音楽監督を務めるウィーンのオペラ座でほぼ1年半ぶりの公演を行いました。ウィーン国立歌劇場の音楽監督を務める小澤征爾さんは去年1月に体調を崩してから活動を休止していましたが、29日、ほぼ1年半ぶりにウィーンでの公演に臨みました。すでに日本国内では活動を再開していますが、この日の公演でも小澤さんらしい力強い指揮ぶりを披露して健在ぶりをアピール。演奏終了後は、満員の会場から喝采を浴び、拍手が鳴り止みませんでした。Ja, man merkt, dass ein bisschen ausgeruht ist und mit Elan und fulminant sich hineingesteigert hat. Ich finde. ずっと2時間以上ずっと指揮振らしたので、相当な体力使えたと思いますけども、非常に迫力のあるステージで良かったと思います。もう去年はね、もうすごい迷惑かけちゃったから。全く申し訳ないと思ってますけど、すごいみんな助けてくれて、うまく休んでますから、休めばいいんですよね。現在71歳の小澤さん、秋には韓国や台湾でのアジアツアーも控えていて、再び世界の小澤としての活動が始まります。